はい、皆さん、こんにちは。ということでね、今回も特の方出していこうと思いますけども、いや、今回面白いネタがありましてね、ディズニーがですね、新しく、まあ、ディズニープラスと、昔からちょっとあったんですけども、改めて更新、アップグレードして、ね、ディズニープラスをアップデートする形で今回発表されたということで、今回その動画について扱っていこうと、と思います。その前にチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。いつもご覧になっていただいている皆様、お帰りなさい。そして新しくご覧になっていただいている皆様、ようこそいらっしゃいませと。いうことで始めていきましょう。ですね、ディズニープラス。僕も驚いたんですけども、ディズニープラスですね。もともとディズニープラスって言いますと、まあ、ディズニーのコンテンツを、まあ、サブスクリプションですね。最近流行りのサブスクリプションで、まあ、ネットフリックスであったり、他のね、動画配信サービスと、同じようにですね、毎月何円払うとか、まあ、年間もあるのかな。毎月何円払うことによって、動画サービスがその月利用できる。で、しかも、使わない月は止めることもできるみたいな、そういうサービスですよね。まあ本当に今、世界的にですね、まあ特にコロナ以降、まあコロナ前からも一応あったんですけども、まあ巣ごもり事情で結構、巣ごもり需要でですね、かなりこう広がったように思われますけれどもね。今回そのある種ね、サブスクの、動画のサブスクですね、の業界にね、ディズニーが本格的に参入するというね、確か昨日のですね、朝日新聞、僕ね、うちが朝日新聞撮ってるものですから、朝日新聞見てみたんですけども、あれ7面でしたっけ？もう、ね、どこ見てもね、ディズニーだけで新聞が一個できてしまいそうなぐらい分厚いぐらいね、ディズニーさんのですね、広告、ディズニープラスの広告が出てましたね。いや、本当にこれ見てますとね、もう日本のね、新聞さえもジャックしているというのを見ると、本格的にディズニーが今後ですね、日本のコンテンツ産業に参入してくるのかなという、まあ、もう参入してるんだと思いますけれども、っていうふうに僕は思っています。っていうのはね、ここ最近ディズニーがですね、結構日本のアニメコンテンツに、アニメ、コンテンツに結構手を入れている節がありますよね。特にまあ一部スターウォーズの、まあ、スターウォーズで有名なね、SF 作品ですけども、その作品を一応アニメ化して、アニメ、まあ、日本のアニメのね、スタジオが作るみたいな、ようなこともあったりとか、いろいろ、まあ、あと今回ですね、発表されました。まあ、結構前から発表されていたんですけども、日本のアニメを一部こう、ディズニープラスでサブスクリプションで、動画配信サービスですけども、これ見ることができるということで、しかも独占コンテンツも今回ございますということでですね、ツイステッド・ワンダーランドのアニメ化であったりとかですね、僕はちょっと知らないんですけども、あと加えてですね、まあ、いろいろその他、人気コミック、ガンニバルの自社ドラマ化とか、あとはですね、サマータイム連打ですね。とかですね、様々こう、日本の漫画コンテンツ、アニメコンテンツに結構こう参入してきて、その、ある種ですね、まあ、ディズニーが一つの新しいメディアを作るという、まあ、今までもネットフリックスとかですね、日本のこう、アニメーションスタジオとですね、連携して新しい作品作るみたいな、まあ、独自コンテンツを作っていくみたいなことがありましたけども、まさしくその通りに、まあ、日本、にどんどんこう、まあ、ディズニーもですね、まあ、ある意味現地、まあ、ローカライズしてですね、様々なコンテンツやっていくということで、まあ、ある種ですね、これディズニープラスも今アジアに、まあ、ディズニー自体がアジアに結構力点を置いているアメリカよりもですね、もちろんアメリカの大事な市場ではあるんですけども、拡大することはない、ほとんど拡大はしないので、今、インドを狙ってるみたいなんですね。まあ、その一環で今、アジアに、今、日本にいい足がかりを作ってるといったところだと思うんですけれども、まあ、その一環ですよね。まあ本当にまあ日本のね、制作委員会方式とかなんて言われたりしますけども、日本のこうアニメの、とかね、現場とかでね、今疲弊してね、どんどん今中国のスタジオが実は、下請けが実は中国で作ってて、その下請けの人が独立して新しくね、こうアニメを実は中国でも作れるようになってしまったみたいな話もあったりしましたけども、今回こうディズニーが入ってきたことによってまたさらにですね、まあ一段とこう、ある意味日本のこう、アニメ産業みたいなのがですね、もちろん日本のアニメっていうのは優れた産業だと思いますけども、まあまあある種、こう、なんだろうな、どんどん刈られていっていくっていうかね、日本の産業が空洞化してしまうという、日本独自のですね、ものがなくなってしまうというか、もう本当に、外国にこう、ある種ね、こう、持ってかれてしまうところあるのかな。もちろんそれ、ある種ある、ね、もちろん僕は別にそんな、日本だけでやれというわけじゃないですけども、まあ本当に海外の資本がなければ、
ままならないようになってしまうのかなと思うと、ちょっとね、残念ではありますけどね。まあ、ただまあ日本ではそういう、もちろん技術はあるんだけど、経営手腕がないから、なかなかこう、うまくいってなかったんですよ。今回こう、ディズニーが入ってきて、まあ、アニメであったり、ドラマであったり、テレビ局とこう組んだりとかして、本当にもう日本の、ある種メディアを、まあ、ジャックするみたいなことになっていくのかなと。今後、これがネットフリックスを超えるんじゃないかなって話もありまして、いや、本当にこれびっくりする話ですよね。まあ、優しい新聞のこうね、なんか7面ぐらいディズニープラスになってましたからね、本当に、すごい力入れてる、金かけて、日本、アジア進出を今、心を出してるんだなというふうに見ましたね。すごいですよね。うん。もちろんディズニープラスっていうと、まあ、やっぱりそれでも、ディズニーコンテンツが中心にはなるんですけどね。もちろんディズニーコンテンツ見たい人もいるし、加えて今回こういうふうにドラマ、海外の人気ドラマであったりとか、まあ、その他の国のドラマであり、あとアニメコンテンツと、あとドラマ、映画を加えることによって、本当にある種ネットフリックス並みのですね、もちろん僕もネットフリックスは見てますけども、まあ、ネットフリックスも、まあ、ある種扱っている数に関してはですね、日本の動画配信コンテンツに比べるとその劣るところあるんですね。あるんですけれども、ただまあ今回ここディズニーが入ってきて、まあ、こうどうなっていくのか、ネットフリックスとディズニー今戦ってるんだなというふうに思いましたね。はい、そのところでまあ今後ディズニーとネットフリックスの戦いについて語ってきましたけど、皆さんどう思うでしょうかね。今後もしかしたらこう日本のドラマであって、今日本のドラマもね、あんまお金かけられてないなんて言いますけども、こう席巻していくのかなと思って、まあちょっとね、日本のまあ、頼りなさというかですね、無力感を今抱いているところですけども、やっぱりこう、プラットフォームは日本は持てないですね。なかなかですね、まあ、日本で持って、まあ、ある、まあ、動画配信コンテンツありますけども、でもやっぱ海外の方が強いね、と思いますね。やっぱね、こう、強くなっちゃうんだよね、と。まあ、多分今後アニメ業界にも結構進出していくのかなと。思って、まあ、ディズニーってね、もともとね、ミッキーマウス中心ですけど、もうミッキーマウスじゃないんですね。もうメディアなんですよ。ディズニーっていうメディアなんですね。もうディズニーランドとかイメージするかもしれませんけど、ディズニーっていうのはもうメディアなんですね。一個の。もう世界を、ある種こう、まあ、支配下に置けるようなメディアの一つなわけですよ。もう今後は多分そういう風に展開していくと思いますね。なので、まあ、本当に、世界のメディアをこうジャックしていくようになっていくのかなと。もう正直言って思いましたけどね。もう影響力はどん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 高まっていくのかなと思います。はい。そんなところでしょうかね。もちろん今もうすでにディズニーって、アメリカのメディア、ある種、何社か持ってるみたいですけども、まあ、同様にですね、日本もある種、こう、ディズニーの支配下に今後テレビ局とかですね、置かれていくのかなと僕は思ってますけどね。はい。そんなところで、まあ、終わろうかなと。思いますけど、まあ、本当に今、ディズニーがアジアに進出してきて、アニメであったり、ドラマであったりですね、まあ、これドラマ見てますとね、いろいろ TBS との東京 MER、走る緊急、救命室という、なんかドラマ、医療ドラマですね、これまた、やると、鈴木、良平さんですか、と、ね、が出演してやるみたいですけど、ほんとすごいですよね。もうだから、もう日本、もうディズニーっていうのがもう日本を支配すると言っても、コンテンツを支配すると言っても過言ではないかなと思います。今後そういう風に見えてくるのかなと思いますね。はい。まあ今後、まあ5年スパンで見ていかないとわかんないですけど、まあ来年5年後には、もしかしたら日本のエンタメをね、ディズニーが握ってるかもしれません。すいませんね。まあ、そのところで終わろうと思います。